はいどうもカー委員長です、えー、と今、1時前ぐらいですかね、えーと。セクシー田中さんの続報ですかね。もうなんか、日テレと小学館と自称脚本家の脚色屋、もうこの辺はもう完全に開き直ってますよね。うん。でなんかもうそういう態度にこの非難が殺到してるんですけど、それに対してもなんか、 ね、うっさい黙れみたいな。よくわかんない素人がね、口挟むんじゃねえよ、黙ってろみたいな、そういう態度と取ってるんでね。すげえな。で、まあそんな態度、ね、えー、のこの、例えば日テレとか小学館なんかには、日テレの場合は、例えば身内からもなんかもうツッコミが入るぐらいうん。でもそうかと思えばなんかね、今度プロデューサーセフシー田中さんのこの、 担当したプロデューサーがあーまあ小学館と日本テレビ再びこのタッグを組んだ新プロジェクトを推進中ってだからもうやっぱり懲りてねえし分かってないんですよね反省とか何もないんですよね人が一人死んでるんだけれども何とも思ってない証拠だよねうんで当然やっぱり漫画家さんねこの原作,原作者さんたちはまあ怒り心頭ですよね とね、また何か不愉快な内容が多いかと思いますが、ね、この辺もなんか何とかして大掃除することってできないんですかね、うん、えー、っと事情を知らない人はこれミヤネ屋ですかね事情を知らない人は喋るな語るなうーん宮根さんのセクシー田中さん騒動への苦言が一見正論も実はやばい正論かそれ <laughs> 1>, えと1月30日放送のミヤネ屋でドラマの脚本家が SNS 上でバッシングされていることを憂慮したミヤネさんが事情を知らない人が SNS でいろんなことを言う怖さというのはあ十分認識しておかないといけないと、えー、個人攻撃をたしなめてますと事実を指摘しているのであって攻撃じゃないですよねこのパヨった連中ってそういうところだよね自分にとって都合のいいように、ね、都合が悪い時と、ね、都合のいい時にこう使い分けるじゃんこいつらって あそういうのは汚ねえやな、まあ、事実陳列罪だよね結局ねえだって肉体的この作業量、ねうん、仕事をなんかこの連載の仕事とドラマの仕事と、ね、物理的に作業量的にも追い込んで、ね、精神的にも追い詰めたのはどこの誰なんだよって話じゃんっていうのは誹謗中傷個人攻撃じゃないよねうん いまだになんかばっくれたまんまなんだろうん。いや、いい度胸だよな、普通にね。え。まあ、宮根さんの話はもう、どうでもいいや。ね、所詮テレビは、ね、しかも日テレでしょね、テレビ、向こう側の人間だからさ、そのまま、ね、筋書き通りなのか何だか知らないけど。うん。で、まあなんか、え、だって今のところさ、ね、当事者の連中は誰一人謝罪してないよね。 なんか申し上げてたよ、うっすうすみたいな感じの、この、お悔やみは申し上げたかもしれないけど、うん。過ちを認めてっていうことは絶対してないよね、言わないよね。まあ、今後も言わないと思いますけども。多分本当、どんだけ腐ってんのかってことだよね。うん。本当、人海の下道だよ、下道。鬼畜の商業だよ、普通に。うん。で、今度はなんか身内からっていうのは、これ、あれですかね。 えー、なんかほら私にとって初めて聞くことばっかりってって、ね、この相澤さんっていうねあの、自称脚本家のこの脚色屋がなんかルバック出てたじゃないですか。で、えー、このフリーアナウンサーの青木さんっていう方が、えー、関西テレビ系ですかね、まあ、オンライン出演したときに、えー、日テレは個人への誹謗中傷をやめていただくようせずにお願いします。 と書いていてます、えー、もちろん,ん今回の件は誰かの個人の責任として追及するという話ではなくどういう経緯でこういうことが起きてしまったのかということなんですねもう一歩踏み込んで発表してもいいのではないかと思うと局の対応について、まあ、苦言をということですかね、うん、っていう人がいたりとかあとなんかもう本当、ね、淡々ともう我関せずみたいな、ね、仕事をするい、まあ、要はこの数字取る金稼ぐっていう えとセクシー田中さんと同じプロデューサーで芦、えー、原先生が亡くなった問題で批判殺到の日テレ小学館、えー、逃げ対応そうですよね、うん、だって未だに謝罪もしてないもんねセクシー田中さんの時と同じプロデューサーが担当するなんか別の作品があるっていうそういう話かなまあだからもう本当な何とも思ってないんだろうね本当にねうん 本当になんか知らなかったりして興味なさすぎて気持ち悪いやつらだなありえそうでなんかあれだねでえっ、ー、とまあこれまた別な小学館と契約している別な漫画家原作者さんの方かななんかねうん漫画家さんたちが複数なのかな 読者の方からの手紙とかプレゼントを全部小学館に捨てられてたっていう話ですかね。<laughs> こういうのって何出版社に届くものなのかなまあ個人宅は明かしてない人はそっか。で、小学館が読者から届いた手紙とかプレゼントの扱いがなんか物議をっていうかもしてるらしいっていうか。な、ま、ん、あ、でそんなん捨てちゃうんですかね邪魔なのかな だったら最初からそういうのをうちじゃ受け取りませんので送られても処分しちゃうんでって。ねえ。てか普通にさ、どうせ打ち合わせかなんかで顔合わせんだから私はいいんじゃないのダメなんかね。嫌がらせですかまあ例えばさ、なんかこう食べ物とかだったらちょっと考えちゃうじゃん。ねえ。だってもしなんか盛られてたりとかしたらさ、って考えたらね。 まあでもそういうなんかちょっと安全性のこと考えてもう一切合切全部ダメ不可処分でも手紙はいいじゃん別にうんだからこれはやっぱりそういうなんか先生の安全側とかそういうんじゃなくて、ね、ただ単にうん嫌がらせじゃないの、ね、手紙を捨てちゃうっておかしくね <laughs> 普通に考えて 手紙なんか普通に手を、ね、そなんか打ち合わせのたびにさ、ねうん、担当の編集がこう渡せばいいだけじゃんだ小学館よっぽどなんかおかしいんじゃねえのやっぱり、ね、なんかこの間収英者,、ね、者の様子と比べて、ねうん、だいぶなんか小学館狂ってるずれてるっていう話をなんかしてる人いましたけどもね、うん、小学館なんて名前だけ聞くとなんかさねえ うん、子供から子供から大人までみたいな,なんかそういうこのクリーンで優しいイメージに聞こえなくもないですけどとんでもない見当違いでしたねすさまじい犯罪集団だね。うんはい、以上です